時刻は11時46分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、あっこのいい加減2000回、はい、川崎市のボーノさんからメールいただきました。はい、架空請求について、うん、先ほど柿花アナウンサーが関西の方は詐欺にかかりにくいという話がありましたが、はい、特に大阪の方はもともとお金の話にタブーがないそうです。とりあえず負けてと値切るのか、はい、それは確かに私もそうです、はい、でそもそもお金の話ですぐにうんとは言わない、うん、ですから、うん、架空請求でも、うん、振り込んでくださいと言われたら、はい、めんどくさいわ、うん、なんで取りに来らへんのと、あーはーはー聞き返すそうです。はーはーそもそも、はい、知らん人に渡すのは絶対嫌やわと突っぱねる性格なので、うん、他人には平気で負けてと言っても、うん、自分のお金に関しては人一倍慎重なんだそうです。それはどういうふうに取ったらいいんですか？私が先ほど申し上げたように一言で言うと、がめつい。がめついというか、しっかりしてるってことですよね。負けてってのは癖ですね。本当どこ行っても負けてって言います、私も。ねえ。んで、いっぱい買うから負けてとかね。お子さんだって明治神宮でもね。うん。私、そんなん知らなかったから、明治神宮じゃなくて、なんだっけ、島田と言った浅草の方の芸能の神様のとこ。芸能の神様の方ですか？うん、明治神宮は500円、なんかお墓を見るのに500円って言われる、加藤一正かな、そういう井戸かなんかですよね。そうそうそう、あそこ入るの500円かかるんですよね。500円かかっても列がすごいから、じゃあ他の神社行こうよっつって、はい、芸能の神様とか、あと何泥棒の、ネズミ小僧の両国のとこの、そう、もうそれも何回も言ったじゃん。ほんでこう破壊し削るとお金がたまる言うて、はい、であいつら遅かったから私が先にこう削る石みたいなのあるんですよ。ありますありますね。ただ削ってたおばちゃん2人来て、ああ硬いわねとかっつって私のこと見ながら、男の人の力はいいよねって言われて、困っちゃって、そうそう、あれ硬い、硬いです。それとかその前になんか厚木清さんも言って、芸能界のなんとかって言って節分かなんかだったの。それで朝早く行って、そしたら軍事さんっていうか、がなんか行ったり来たりしてたんだけど、そこでまあ芸能やから誰かので10個ぐらい買ったのかな。お守り買ったの初めてだから、お守り10個、ほんで10個やから、で10個で1個1000円ぐらいしたんですよ。1000ちょっとで、1個1000円だ、高いな、すいません、10個か買うから負けてください、はって言われて、いや10個買うから安くしてくださいよ、1個ぐらいとかってできません、いや安くしてください、いや家じゃなくてほんなら8個にするわ、いな、あそうですか8個ってもう普通だったから、はい、10個欲しいからさ、ほんなら10個でいいですわって、じゃあ額面通り言うから、なんでですかって、お守りは値引きしたことがございませんでしょうでしょう、知らんもん、はい、本来はお気持ちとしていただいているものでございますので、はい、わかりました。それではメールファックス大阪の引きお待ちいただきます。はい、先ほどグラミー賞の最優秀ミュージックビデオ賞に輝いた室ヒロ村井さんのお父さん、はい、村井邦彦さんのお話出ましたが、うん、アッコさんのデビュー曲星空の孤独の編曲、そうです、カップリングのバイバイアダムの作曲を担当された曲ね、それではお送りしましょう、アッコさんでバイバイアダム、はい。